はるかの選手と気ままにアルビトーク。ありがとうございます。ということで今回のゲストは島田譲選手と矢村健選手です。よろしくお願いします。お願いします。この企画はですね、まあ、形式ばったインタビューではなく、こうざっくばらんに気ままに選手にもお話ししていただこうという企画です。ということで今回お邪魔しているのは新潟市中央区の目池にあります新しくできた複合施設ネスト目池新名にある、デイズコーヒーロースターさんです。はい、もう島田さんは何度か来てらっしゃるんですよね。はい、何回か来ました。先週も来ました。はい、もうリハーサルで、はい、もうすでにリハーサルをされていると、はい、もうじゃあ頼もしいです。大丈夫です。はい、矢村さんは自分は初めてです。気になってたんですけどちょっとなかなか来れるタイミングなかったんで。大丈夫ですか？アップしてこなくて大丈夫ですか？大丈夫ですどういうことですか？ちょっと不安なんだけど大丈夫ですか？はい、ということでこちらのお店なんですが常時10種類以上の豆をこう用意していて、普段はテイクアウト専門なんですけれども今日は特別にお二人好きなものを選んでいただいて店内で召し上がっていただきます。ということでどうぞ。いただきます。おいしい。意外ある。ない。正解です。おいしい。島田選手が選んだコーヒーはどんなコーヒーなんですか？僕はルワンダですね。はい、浅入りのコーヒーで、はい、俺は僕は浅入りの方が好きなんでめちゃめちゃ美味しいです。山村さんは？自分はドミニカです。これも多分浅入りですよね。これも浅入りです、はい、自分は最初は深入りしか飲めなかったんですけど、その本当アルビ入ってでそれこそゆずくんとかとなんかコーヒー行ってどんどん浅入り飲めるようになって、今はもう結構浅入り好き、うん、はい。ね、もう本当にアルビレックスの中にコーヒー部ってあって、お二人 もね、メインで活動されてますもんね。活動はしてないんですよ基本は活動しない、はい、個人で個人で、ね、でも、ね、コーヒー好きの方が多いですよね今ね。そうですね、はい。なんかいろんなお店も行かれてるみたいですけど、島田さんは。はい行ってるよね、大体、はい、大体って言ったらおかしいけど、そうですね、新潟だったら結構もう行ってますね。宮村さんも結構行かれたりするんですか？はい、自分もいろんなとこ割と遠くも行ったりします。遠くっていうのはどこら辺まで？はい、ここからどこだ、上関型の方とか、うん、あと燕の方とかも行ったことはあります。いろいろ出かけてるんですね、はい、いろいろコーヒーを飲みに。今回島田選手の指名で矢村さんが呼ばれてるんですけれども、何かこう2人の関係性というかどうなんですか、今回指名した理由っていうのは。指名した理由はフットワークが軽いっていうところと、そうですね、まあ、コーヒーが好きっていうところと、あとはうちの娘のベビーシッターとして結構活躍してるんで、まあ、その辺も含めて、まあ、矢村しかいないかなと選ばせていただきました。ベビーシッター。いやでももっとねすごい人がいますけどね、やっぱり大地くんとかで、ね、大地って言ってますね。大地くんには勝てないですね。モバゼアルゼットで見ました。あ、はい、矢村うまいんですよね、やっぱでも子供をあやすのめちゃめちゃ。ありがとうございます。なんでですかね。なんか保育園かなんかでバイトしてたんですか？してないです。してない。でもいそう、うん、いそう、いそう。初めて言われました。むしろ最初怖がられる方っすね。そうですか、はい、島田さんは実は大学の先輩なんですよね。そうなんですよね、全然挨拶来なかったです。すいません、はい、大丈夫です。いや、はい、実はスポカですか？スポカです。人科なんですよ。あ、マジですか？
所沢トコキャンですあ、人家なんですか人家です、だから意外と近くて、そうなんですよね、で、学年で2つ上ですよね、多分30です、僕、31の年です29の年なので、あ、じゃあ被ってんの被ってるんですよ、私がそれ良くないです全然それ被ってんのに会えたら私が大学1年の時に3年生でしたから、そうですね、はい、かぶってます。どこ住んでました？あ、でも私実家なので。あ、実家か。はい。伏見キャンパスですか？伏見、所沢も行ってました。あ、はい。じゃあどこかですれ違っててもおかしくない。バス乗ってましたよ。小手差しから。あ、乗ってました。乗ってましたよね。難しい。何のこと？で、全く分からん。矢村さんとの共通点も私探しまして。はい、無理やり探してくれた見つけました、はい、お願いします。6月生まれ弱弱6月9日、はい、ね、先週お誕生日だった、はい、ということでですね、ちょっとプレゼントも用意しまして、はい、いや嬉しい、早速ありがとうございます。ベースコーヒーロースターさんのお豆を、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、ちなみに何日なんですか？あ、20日です。20日ですか、はい、あ、じゃあ、待ってます。待ってます。はい買っちゃうよね、今。そうっす、買っちゃいます。あの、ちなみにその豆、島田さんなんか見覚えあります？はい、これ家で僕飲んでます。あ、はい、そうです、あの、島田さんがお好きな豆を今回、はい、ありがとうございます、プレゼントに選ばせていただきました。やった、ぜひ美味しくいただきます。はい、ありがとうございます。まあ、じゃあそんなお二人、改めてどんな選手なのか、今回はですね、データでちょっと紐解いていきたいなと思いまして、お二人のことを新潟のドクター X と名付けました苦笑いしてますか、仕事さんドクター X の名台詞があるんですか、山田さん大丈夫ですか。いや、全く知らないです、すいません。本当に全く知らないです、名前しか聞いたことないです。テレ朝で放送している、まあ、人気ドラマの、はい、医療系のね、ドラマでドクター X ってあるんですが、その中で名台詞がありまして、じゃあ島田さん、はい、お願いします。私ですよね、私失敗しないので。かっこいい。知らねえから分かんないなんか島田さんを滑らしちゃった感じになっちゃいましたけど、はい、ということでお二人の精度が半端ないというデータをここからちょっと紹介していきます。島田選手、パスの成功率がチームトップタイで 93% なんですね、はい、千葉選手と並んでトップです。はい、ありがとうございますありがとうございます。で、しかもですよ、アタッキングサードってありますよね、あのピッチを3分割したときに相手ゴールに最も近いエリアをアタッキングサードと言いますが、そこでのパス成功率が 89% で、これもチームトップと、はい、はい、ご自身でどうですか。いやー、そうですね、まあ、でもポジション的に後ろの方なんで、成功率はやっぱり高くなきゃいけないなと思うし、はい、まあ嬉しいですけど、逆に例えばもっとこのパス本数自体を増やすとか、前につけるパスを増やすと成功率は下がると思うんで、はい、なんだろう、嬉しいけども課題でもあるかなとも感じます、はい。なるほど、はい、安牌なパスが多いみたいなとも言えるんで、はい、というわけでもなさそうな気はするんですがどうですか。いや、でも自分はまあ前線で、あんまり、なんだろう、普通普段の練習からとかでもやっぱり、なんだろう、動きやすいとこにボールを置いてくれて、なんかこっちからしてもまあ動きやすいですし、まあ、逆にここにこういたら相手嫌だよとか、そういうのも教えてくれたりするんで、すごく勉強にはなってます。かわいいですね
でもまあもうちょっとシュートが見たいです正直。どうですかシュートに関して。いやシュートはやっぱヤムラに任せようと思ってるんで。はい、そうですね、まあ、シュートも決めたいですね確かに、はい、ね、ミドルシュートとかも結構印象ありますけどね島田選手は。なかなか入んないんですよね。でも押し止まりで、また今度ヤムラに教えてもらおうと思います。任せてください、はい、任せてちなみにどうですかそのパスとかっていうのはやっぱりご自身の武器だなっていうふうには思ってます。このパスの精度っていうのは。いや正直特別武器っていう感覚はないですね。だどっちかっていうとさっきも言ったように、ミスなく自分のところではミスをせずにいち早く前の選手にボールをつけて、その選手が、まあ、シオンとかヨシとか、まあ、ヤムラとかもそうですけど、そういう選手にこう仕事してもらうっていうことを意識してます。どっちかっていうと、はい、なので成功率が上がるのかなと思います。じゃあその、さっきねパス本数っていうお話もされてましたが、ちょっと本数で見ていきます。はい、パス本数も増えているんですね。直近の試合でいうと琉球戦だと66本でチームトップタイですね。そして甲府戦も104本ということで100を超えてきてるんですが、こういう数字って実際に気にしてたりとかします？あ、毎試合は見ないですけどたまに見ます、はい、うん、そうですね、まあ、試合ごとに、まあ、もちろん相手もあることなんで、うん、誰がフリーでボール持てるかっていうのは変わってきますけど、まあ、やっぱり後ろの選手が持つ時間が最初の頃は長かったんで、まあ、ここ最近僕とかヤンのところで長い時間ボールを持てているっていうのはチームとしてはいいことだと思います、はい、どうですか山村選手から見て。まあ、なかなかねパス本数増えつつもその成功率が高いまま維持しているっていうのはすごい大変なことなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。そうですね、自分ボランチやったことないんでそのパスを100本するっていう感覚が分かんないですなるほど、はい、まあ、そうですよね、はい、数字は数字だけしか見てないんで分かんないですけど、まあ、正直私も言いながらパス100本出してる感覚は私も分かんないですけど、すごいなと思います。俺もアルビ来るまでは100本出す感覚は全くなかったです。やっぱアルビ来てアルベルトとのサッカーするようになって、自分たちでボールを試合してっていうサッカーする中でやっぱこうやって触る回数が増えたっていうのは、まあ、やってても楽しいですし、まあ、やりがいはあるなとは感じます、はい、じゃあ今のこの島田選手のサッカースタイル、プレースタイルっていうのはそのアルビに入ってきてアルベルト監督の影響を受けてる中でこうできてきたものっていう。あ、そうですね、もちろんそうです、はい、多分それまでだったらアベレージ40本ぐらいだったんじゃないかなと思います。見てないから分かんないですけど、うん、感覚的には、はい。なるほど、じゃあアルベルトサッカーになってからよりこうボールに触っていく回数は増えたなっていうのは体感してらっしゃる。そうですね、はい。どうですかこう監督から求められてることって、じゃあ実際に どんなこと言われたりします？求められているのはやっぱりプレースピードとかパススピードとかで、とにかく相手の目線をずらし続けてで隙をつくみたいなところのやっぱりボランチは中心として、ミスなくボールを動かし続けるみたいなところはいつも言われてますし、まあ、守備のところもかなり言われてるんで、そうですね、要求高いですけどすごくやりがいもあるし楽しくやれてるかなと思います、はい、いや、さらに期待ですね今後も。そうですね、頑張ります、はい、楽しみにしてます、はいはい、島田選手はじゃあ何か松岡さんからあります？琉球戦の時だと思うんですけど、1点目、島田選手から堀米選手の方にサイドチェンジして、で堀米選手のクロスに高木選手が合わせたっていう同点シーンがあったんですけど、堀米選手に島田選手がパス出す前に
シオン選手も受けれそうな位置にいたんですけど、はい、あえてそこの遠い堀米選手の方を選んだみたいな、なんか結構そういう島田選手を見てると、あえてこう近い方じゃなくて遠い方みたいな、はい、なんか選択をしてるシーンが多いなと思います。あの時は、まあ、シオンも見えてて、その前に浩二さんかなもいて、まあ、シオンが内側にこう来て出せるかなと思ったんですけど、浩二さんとちょっとかぶったというか、はい、そこ狭かったんで広げたっていう、結構まあ単純なことですけど、はい、相手を見て、はい、さっきみたいに僕のところでできるだけボール失いたくはないので、はい、あの時はシオンは見えましたけど、相手も食いついたり、浩二さんが被ったのが見えたんで、はい、逆に展開しました。じゃあ続いて、はい、矢村選手のデータも見ていきます。はい、矢村選手のキングデータ、枠内シュート成功率が 100%。 47、枠内シュート成功率、さらにまあ、枠内枠外全部含めたシュートの中の成功率だと 50%。 ザ仕事人っていう、本当にどうですか。まあでも、まあ、上とこ見てもらえば分かるんですけど、7試合っていう、まあ、出場時間をもっと増やしたらやっぱりそのシュート本数とかも増えていって、でまあ、どうなるかっていうところはあると思うし、まあまあ途中からだったり、まあ、出てる時にゴールを取れてるっていうのはまあいいことだと思うんですけど、まあ、そこの試合に出るっていうところではまだ7試合っていうところで、なんだろう、まあ満足できるものではないので、そこをもっともっと増やしていければいいなっていうふうに思ってます。さらなる見ようっていう、はい、謙虚ね。でも本当に 100%、まあ、チーム平均から見てもね、かなりすごい高いなとは思うんですが、どうですか島田さん。枠内に打ったシュートが全部入ってるってことですもんね。そういうことになりますね。キーパーいたでも何本打ったんだろうって感じですけど、ね、枠内。いやでも矢村本当にチームの中でもあの一番シュートうまいと思うんで、どんな形でもやっぱゴールを取れるっていうのはすごいですよね、やっぱり、はい。まあ、あの交代で矢村選手が入ってくるってなると、やっぱりなんかこうまたスイッチが切り替わるというか、なんかこう選手の中でもやっぱりあるんですか。そうですね、やっぱりなんかやっぱ最後本当に仕事してくれるっていうイメージは僕だけじゃなくてチームメイトもみんな持ってると思うんで、まあ、必殺仕事人って感じですね。ドクター X っていうよりは必殺仕事人。どうですかその辺についてはいやちょっと難しいでもあれじゃないですか、チームも 47% って結構、うん、ほぼ大体 50% ぐらいだから2本に1本入ってるってことですよね。そういうことって考えると、そういうのはいいんだよ。そういうチーム大きい。お前のすごさ、いや、分かればいいんだよ。俺は、そういうなんかいいんだよ。まあね、まあまあまあ。謙虚ですね。謙虚だな。まだまだっすよ。出場時間ですね。そこの問題っす。それやりづらいから次。自分の。それ言っちゃうと。そうっすね。まあでも自分の中では、今後さらに出場時間を増やしてゴールもっと取っていくぞっていう。そうですね、頑張りますまあここまでね、お二人のこう凄さをデータで見てきたわけですが、じゃあここから実際の試合ではどんなプレーとして出てきているのかということで、ベストオブマイプレイ、略して BMP を二人でこう選んでいただきたいなと思っています。はい、まあ、自分の良さが一番出たプレーはここだっていうのがあれば、こう教えていただきたいなと。ベルディ戦のやっぱ得点シーンは、まあ、そのシュートうんぬんっていうよりも、やっぱ自分たちで前線の選手がこうプレッシャーをかけて、
で僕のところでボールを取れて、でそれが速い攻撃からゴールにつながったっていうところで、まあ、マイプレイっていうかチーム全体のが機能してゴールに結びついたっていうところで僕の中ではすごいいいプレーだったかなと思います。はい、まあ、あのボレーも結構ねいいシュートだったからね。結構じゃん、すごくいいベストオブマイプレーで、はい、あもうシュート打った時はもういけるっていう感じだったんですか。そうですね、なんか大体シュート打つ時僕めちゃめちゃ力んじゃうんですけど、なんかあの時はなんとなく力が抜けてたというか、まあすでに 3-0 だったんで、まあ、力も抜けたんだと思うんですけど、はい、入ったと思いましたね、打った瞬間に。もう感触もじゃあもうバッチリ。バッチリですね、はい、もう覚えてないですけど感触は、はい、いやでもいいゴールでしたよね本当にね。矢村選手的にはどうですか、下田選手の。めちゃくちゃ嬉しかったっす上から見てたんですけど、もうなんか俺結構なんか試合の前とか、まあ試合の前はあんま言わないか、結構ゆず君にシュート打ってって言うんですよ、ミドルシュート打ってくださいみたいな。プレッシャーをかけに行くんですね。いや違います、普通に打ってほしいんですよ。あ純粋な思いで。だけどなんかゆず君はいや俺あんま入んねえからみたいな感じで言うんですけど自分的には結構入ると思って言ってるんですけど、でだからあの時入った瞬間もう普通に立ち上がってました多分上でってぐらい嬉しかったです。何様って感じですけど本当に嬉しかったですよ、はい、全部謙虚ですねいやでも本当です。じゃあ続いて矢村選手の BMP はどのシーンでしょう。やっぱ金沢戦のティーチダメなんですよね、やっぱり栃木戦のオーバーヘッドです。いや金沢戦いや金沢戦のゴールもまあやっぱ勝ったし、あのゴールで、まあ、でもそれがやっぱ一番大きかったのかなとは思うんですけど、ゴールだけって見たらやっぱあのシュートは自分の今までのそのなんだろうゴールの中でもなんだろう一番印象に残るゴールだったのでそれにします。オーバーヘッドのやつですか、はい、どういう感覚なんですかあれは。もうなんか どう反応したらああなるんですか。いやなんか入ろうとしてヘディング無理だと思ったから、したらもうボールがちょっとマイナス気味だったんで、あちょっとこれいけるかなと思ったら飛んでました。もうなんか考えるとかでもなく反射的にもう動いて、考えてないですね。なんか早い時間帯だったし、あの時が初スタメンだったのかな今シーズンだったから、なんか気持ち的にも割り切ってやれたというか思い切ってやろうっていうふうに思えてたんで、そういう結果だったのかなっていうふうに思います。あのシーンはね月間のベストゴールにもね選ばれてますし、一緒になんか見ててどうでした、あのピッチで見てて。いやもう目を疑いました、はい、みんなやばいよねえでも二度見しました僕マジで、はい、でもなんかこんなゴール本当決めれないよなと思ってたら、あのヤンが高校一緒なん一船で一緒なんですけど、山村さんいつもあんなん決めてましたよって言ってたんで、はい、まあ、まぐれじゃないんだなっていうのはまただから今シーズンもう1回ぐらい見れるんじゃないかなと1回ぐらい決めたいですねまぐれじゃないっていうのはちょっとね見たい、はい、と思います。でも確かにそのあの決めた瞬間にコース選手が多分真っ先に駆け寄ってて見た見たみたいなベンチの選手に向かって見た見たって言ってるのがダゾーンでも分かりました。言ってました。なんかシオンもなんか、うん、でも結構みんななんかやばいやばいぞみたいな感じだったんで、はい、その後抜かれた監督の表情もうポカーンとしてて頭抱えてたよね。頭抱えてました
監督も分かってなかったんですよ、うん、なんかね誰だってなったし誰だってなったっすいや素晴らしいゴールでした。あれはじゃあ続いてのテーマこちらです。俺の心に刻まれたアルベルト語録はい、ということで、まあ、アルベルト監督結構サポーターに向かっても熱い言葉をこう常にね投げかけてくださってるんですが、きっと選手個人個人に対してもなんかこう素敵な言葉を投げかけているんじゃないかなということで、何かこう監督に言われた言葉の中で印象に残っているものとかはあったりしますか。これ毎試合のように監督が試合前みんなの前で言うんですけど、まあ、とにかく自信を持てと、お前らが一番うまいからあのピッチ上でとにかく自信を持って楽しんでこいっていうプレーことを毎試合言うんですよ。もうとにかくそれがミーティングで一番言われてる言葉で、で、まあ、今までそういうふうに言われ続けたこともなかったし、やっぱでもそう言われ続けるとこう自然とそう思えてきて、自分たちがピッチに立つ時点でもう優位に立てているというか、自信持っていることでプレーとかにも余裕が生まれたりとか、スタートする時点でこう なんだろうな、慢心するわけじゃないけど相手に対して優位性を持ってプレーできているかなというふうには思うんで、はい、それが一番心に残っているというか、うんですね、はい、なんか心強い言葉ですね、それは本当に、ね、はい、たまにそれそのことばっか言って映像出ない時あるもんね、熱くなっちゃって、ね、はい、確かに今までそんな自信持てとは言われたけど、そんなここまでがっていう言い方がいいのか分かんないですけど、そんなに言われたことがないから、なんならなんかあれじゃないですか、ちょっと謙虚に行けとかそういう方が多かったかなっていうふうに思う。そういう意味では今のアルビーのプレースタイルっていうのはそういうのなんじゃないかなっていうのをすごく思います。で、いや俺も今俺のに寄っかってな、いやもうそれで終わらせようかなマジでないな。あるじゃん個人的に言われること言われたこととかない。いや個人的にあんま、キャンプとかでさ、キャンプのやつとかないあれ出していいですかギリギリあれギリギリダメでしょいやなんだあのキャンプ中いなかったんですか。まあ、自分フォワードだっていうか、まあ去年とかずっとフォワードでやってて、まあ、今年のキャンプのどれぐらいだろう、もう本当終わりくらいですかね、真ん中ぐらいで、まあちょっといろんなポジションやってみた方がいいみたいな、まあ、やってみた方がいいというか、まあ、フォワード以外もなんか自分が成長できる道があるみたいな感じで、でそれで そっからのトレーニングゲームだったり練習で、まあ、別のポジションだったりっていうのを、まあ、プレーさせていただいて、で、まあ、その時に監督とそのホテルで1対1で話した時に、そういうなんだろう自分の可能性っていうところについてだったり、また自分がこれからサッカー選手として生きていく上でフォワード、まあ、別に身長も高くないですし、なんかそういうなんだろう、身長が高かったりその圧倒的なスピードがあるわけじゃない中で、そのフォワードだけで生きていくよりそういういろんなポジションができた方がいいっていうところで、その自分の将来までその見てくれていたところで、すごくなんだろう真摯に向き合って話してくれたというか、本当に何も隠さずストレートに言ってくれたことが、まあ、自分にとっては、うん、まあ、スーッと入ってきたというか、まあ、思うことは多々あったし、まあ、それでゆず君とかにも相談したりはしたんですけど、
まあ、その結果そういう、なんだろう、この前の金沢戦、この前じゃない、ゴール決めた金沢戦でサイドハーフで出て、まあ、ゴールできたっていうシーンだったりにもつながってたりするので、そういうところでは、うん、なんだろう、その見える部分だけじゃなくて、その将来だったりとか、そういう個人個人の細かいところまで見てくれているなっていうところはあります。監督はこう、今のチームだけじゃなくて選手個人個人の将来についてまで考えてくれてる、はい、ちょっと暗い感じになっちゃった、ね、ちょっと暗い感じでも別にそんなあのネガティブな話じゃないそんなことない、はい、良かった話、うまくまとめてもらって良、はい、かった話ですこれは。じゃあ、何かありますか？はい、やっぱりフォワードとしてやっぱ悔しいみたいな気持ちもあったんじゃないですか？はい、まあ、もちろんあったんで、まあ、でも、なんだろう、やっぱ選手チームである以上、監督っていうのは一番、なんだろう、現場の中では一番上ですし、まあ、そこで求められるプレーだったりポジションでしっかりやるべきことをやるっていうのが自分の中で決めていることでもあるので、そういう部分では、うん、なんだろう、もちろんそういう悔しさもあったけど、他のところでやって結果を残せればそれでもいいっていう気持ちもあったので、まあ、その結果そういう前線で出れたりっていうのも今あるんで、まあ、いい経験だったって過去形ではないですけど、はい、今の自分につながっているなというふうには思ってます。いい話ですね。ありがとうございますいい話いい話ですね。応援してます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。